枠を勝ち取るという大きな重圧、あの重圧に勝ったということが今の小塚の自信を支えています。この演技に入る直前にコンピューターが不具合を起こすというアクシデントもありました。下腹力入れてゆっくり吐いて、いいですね、はい、後ろ向いてね、じゃあさっきこんなに分かった、じゃあ一応ちゃんと見て、はい、いってらっしゃい。今シーズン初めてショートでは失敗、そしてこのアクシデント、しかし今の小塚なら打ち勝ってくれるはず。大逆転に必要なのは4回転の成功です。4回転転倒してしまいました。チャレンジしましたが失敗。ただ今シーズンはこの後小塚は立て直すことができます。トリプルアクセル、トリプルトーループ、ジャンプもう一つ、トリプルフリップ、このステップもエッジをよく深く使って左右バランスよくステップ踏めましたね。とても良かったです。トリプルサルコ、ダブルトーループ、課題と言われた表現力にも今シーズンは磨きがかかりました。連続ジャンプ、トリプルルッツ、ダブルトーループ、ダブルループ、トリプルループ、アクセルジャンプ、
トリプルアクセルの予定がシングルアクセルです。トリプルルッツ、世界選手権8位、グランプリファイナル2位、絶対的エースが怪我をした今シーズン、日本に力を与えてくれた小塚の演技、失敗はありました、転倒もありました、しかしビッグハットからはスタンディングオベーション、今シーズンの成長をこのスタンディングオベーションが証明しています。ジャンプの失敗はありましたが、凄さがありましたね。いやー、素晴らしい、こう気持ちが伝わってくる演技といいますか、そうですね、オーラがありましたね。いやー、荒川さん、はい、4回転の転倒とトリプルアクセルがシングルになって、はい、それでも何かこう我々にこれだけ清々しい気持ちを与えてくれてる、何でしょうか。非常に